えー、こ,んこんにちはこんにちは、えー、4月15日17時51分で、うん、何本動画撮って何本動画あげとんねんと思われる方もおられるかもしれませんけど別にいつ撮っていつあげても僕の自由じゃないですか、うん、っていう感じなんですけどまああの <laughs> そう 同居人は大学行ってて33元がなんか休校かなんか空きやったみたいで一旦帰ってきてたんですけどもうまあ途中から学校行かはってでえー、まあちょっと時間空いたんで図書館まあ一人の時間やったんで、うん、ちょっとまあいつだったかまあ3時ぐらいからちょっと図書館行っててでまあさっきまあ、5時半ぐらいに帰ってきてっていう感じやったんですけど おうあのメガネかけてへんけど今日もほんま文学っていうか本の話しかせえへんからおうちょっと悪いけどそ別にそんなあんま本に興味ない人はうんちょっとぴゃっと飛ばしてもらってうっていう感じなんですけどあのねこれ読みましたね松浦理恵子さんの葬儀の日ちょっとねえっ、ー、とうん すごい良かったっていう、良かったって、なんか言ってるけど、うん、面白かったです、めちゃくちゃ。<laughs> そう。あのね、まあ、葬儀の日、まあ、3つ話が入ってて、まあ、葬儀の日っていう話と、えー、乾く夏っていうのと、えー、肥満体恐怖症っていう、まあ、3つの話が入ってて、まあ、大体どれも、うん、70ページぐらいの、 まあそうそうそう大体大体10万字くらいなんかなぐらいの話がまあ3つ入ってるっていう感じのまあ小説なんですけどこれちょっともうあの1990年に発行されてるんで <laughs> えー、そうあ1992年とか1993年とかにあの川出文庫から 出てるやつなんですけか今は別に本屋さんとか行って売ってるとかいうわけじゃないんで、まあ古本とかで購入するしかないんですけど、うん、そう、これちょっと相当良かったなっていう印象でした。そのあんまり僕、あんまりっていうかまあそんなに最近はもうちょっと男の人が書いてる小説ばっかり読んでたんで、そう、まあなんていうか女流作家って言ったら今、あんま良くないんかな。女性作家 の、まあ、作品を読むことってあんまりその多くなかったんですけど多くなかったっていうか最近は、うん、そうでまあし久々にという感じで女性の作家の本を読んだんですけどまあ、そこでこう女性の作家とこう男性の作家をこう分けんのはちょっとナンセンスなんじゃないのと思う方もおられるかもしれませんけどやっぱりねあの違います全然全然ちゃうなと思いました うん、全然ちゃうけど、どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくて、ただ違うっていうことだけ。そこはまあ決定的な、うん、違いはあるやろうねと思う,そう。やっぱね、うん、これでもね、すごかった。なんかね、あの、やっぱ、まあ、女性が書いてるっていうこともあって、まあ、主人公、3つの話全部主人公は女性なんですけど、女の人なんですけど、で、まあ、あの、 最後のその肥満体恐怖症っていう話には男は出てこないんですけど葬儀の日と乾く夏にはまあ男出てきますわな男が出てきて、うん、まあど,どんな話かまた後で言うねんけど、うん、男は出てくるんですけどその、ね、男性像というか、うん、なんかあこんな風に見えてんねやっていう感じでしたねやっぱなんかその男性作家って基本的にこうっ あの男性の主人公男性サッカーが描く小説って男の主人公は結構多いんですけどまあそれはまあ例外とかもあるんですけど、まあ、傾向として男性のサッカーを描く小説は男のサッカーが描く主人公は男が主人公っていうのがえ多い傾向にあると思いますだからまあ僕はまあその女流サッカー女性サッカー描く小説も多分女の人が主人公なんが多いんやろうなというふうに思いましたね とにかく、うん、葬儀の日、どんな話ですかえー、葬式に雇われて人前で泣く泣きやと、そのライバル、笑いやの不吉な愛を描くデビュー作って書いてあるけど、別になんかその愛っていうか、まあ、愛って言ったら、なんかね、その、まあ、お葬式ってあるじゃないですか、お葬式。お葬式あるんですけど、そのお葬式で雇われて、そのあの、上の人に。 ななにそのかお葬式を、えー、なに、ものし、こう開催って言ったら、なんでやのそういうの、開催して、そう、なんか、泣き屋を雇うんですって、そなんで泣き屋を雇うかっていうと、やっぱそういう悲しいですよ、みたいなあ、悲しくて辛いですよ、みたいな雰囲気をこう、醸成させるために、まあ、泣き屋っていうのを雇うんですけど、で、その、まあ、泣き屋が主人公なんですけど、その泣き屋は女の人なんですけど、主人公はね。 泣き式でこうくんですって葬式をううって泣いてみんなの涙をこう誘うっていう感じの職業 <laughs> まあ実際には実際あるかどうかな都市伝説レベルではなんかあるみたいなこう雇われてその葬式で泣くその仕事みたいなんってあるみたいなんですけどそれ,それがほんまにあるかどうかは分かんないですけどでそれ泣き屋とはまた別に笑い屋っていう職業があって笑い屋は葬式に出て笑うんですよなんでそんなことする って思うじゃないですか。<laughs> まあえっとね、笑い屋はそう、葬式で笑うんですけど、うん。なんかね、あの、こう、笑ってたら、葬式の他のさ、普通にその関係ない、関係ないっていうか、もともと、その個人の関係者、関係あった人、あの、知人とか親とか、まあその親族とかは、何こいつ笑ってんねんってなるじゃないですか。うん。どんだけ泣いても、 あのこう心動かへんような、ちょっとまああの、お堅い人でも、笑ってる人に関しては何笑っとんねんっていう感情がこう発露するじゃないですか。感情を発露させるっていうこと自体が目的なんで、えっと、まあ笑いやでも泣きやでも、うん、まあ本質的には同じってことですわ。うん。っていうのが、まああるんですけど、泣きやと笑いやの話なんですけど、うん、やっぱ、その、すごいねと思って、まずその時点でちょっと、 結構おもろいじゃないですか。うん。んでね、その泣き屋と笑い屋が、ま、あどっちも女の人なんですけど、出会うんですよ。出会って、なんか愛、恋愛とかじゃないんですけど、なんかもうお互いがお、おなんかもうちょっとこう、泣き屋と笑い屋で、そう、葬式終わったらなんか一緒にこうずっと散歩したりとかして、なんかお互いがお互いにこう、 求め合ってるってわけじゃないけど空っぽの部分をこう埋め合わせるっていう感じの変ないびつな関係 <laughs> みたいな感じになるんですけどそれをやっぱ泣き屋の主人公が泣き屋なんで泣き屋の先輩方はあんまよく思ってないみたいなそういう話、うんまあま、ちょっとあの何言ってるか分からんないけどそうまあ言うたらセットで送り込まれることが多くて大体泣き屋と笑いや、うん、でそのまあ主人公泣き屋と そう,、まあ、言うたらまた別の笑い屋っていうのがこうセットで送られてくるんですけど、まあ、ある日その笑い屋が来なかったお葬式に来なかったっていうとこから話は始まりますね、うん、と,とにかくちょっと <laughs> よかったですね、うん、もうほんまにやっぱねこう結構そのおいってうわっていういいねっていうのところがあったんで まああのねうん、ちょっとどこやろなそうなんかインタビューみたいなのされるんですけどあの,あのまあインタビュアーがテープレコーダーをセットしているあなたたち2人とも最高の演技者ですとであなたたち以上の泣き屋と笑い屋の組み合わせはないという評判ですとでまあそれぞれ勝手に泣いたり笑ったりしながら一つの会場の中で見事に調和していますみたいな感じでこうインタビューされるシーンがあるんですけど これがね、結構ね、すごいんですよね。なんかね、うん。まあなんか、泣き屋と笑い屋の間の交流は何かあるんですかみたいな、こうインタビュアーが聞くんですけど、まあ、交流っていう概念はないですと。ほんで、いや、交流っていう概念ないっつっても、なんかあるでしょみたいな、知り合いでしょみたいな感じで,で言われるんですけど、知り合いじゃないですと。そん,そんなものじゃありません。まあ知り 知り合いと言っていいかもしれないですけど知り合いすぎているどういうことですかって1本の川の右岸と左岸を想像してみてくださいそうした関係ですって、うん、川の右岸と左岸は水によって隔てられている同時に水を共有し水を媒介としてつながっているあるいは水によって統合されているまた別の観点から言えば川の一部川に属するという意味で2つの岸は同じものではないにしても全く異なるものではないとでだって 両岸両,両方の岸士がないと川にならないじゃありませんかと。でまあそしてそのことからある問題が生じますと2つの岸士がこうねどっちか一方の岸士がさ川を埋めて埋めてつながった場合手を取り合った場合川は潰れてしまってもはや川ではなくなって岸士はもう岸士ではなくなると2つの岸士であったものは自分が一体何者なのか分からなくなってしまう。うんで インタビューは聞くんですよそうそうこういう関係ですよっていうの泣きやと笑いやっていうのこういう関係ですって川って何なんですかって私たちはそれ私たちもそれを知りたいのですっていうので答えるってここ結構 <laughs> すっごいねって思ってまあ、ちょっとなんかあのねこう、うん、なそういうなんの話でまあそのあんま詳しいことは言えへんけどまあちょっといろいろあって男も出てくるんですよそのあ ちょっと私のことを、私、主人公の泣き矢のこと気になってる泣き矢の男みたいなの出てきて、そういつもね、ちょっとやっぱ、いいことを言うんで、まあちょっと読んでみてください。あんま詳しいこと言いたくないけど、かなり観念的というか、かんまあなんかその、もう根本に、なこの多分松浦理恵子さんが書く小説の根本に、なんていうのかな、こう、えー、根底にね、こうずっとあるものを、 わかりやすす書いいいてるみたなな感じなんと思います、まあ、その、えー「乾く夏」に出てくる「うんそのまあ、乾く夏」にも女性の主人公とその女性の友人が出てくるんですけどそこも多分そういう関係なんですよ泣きやと笑いやみたいなそういう関係 <laughs> うんなんかあこ当てはめて読んだらあなるほどなるほどという感じで、うん、ちょっといい感じです乾く夏はね、まあ、どういうい話かっていうと あの今の、まあ、サブカル系女子というかサブカル系女子、まあ、地雷系女子のてんなんかもう元祖みたいな女の子が出てくる話やかなんかねとこれが初出なんちゃうっていうぐらいのなんかこうリストカットとかしてるようなでなんかこう結構正に奔放で。 みたいな女人が出てくる話なんですけど、あや子っていうね、それまあ言ったら主人公友達なんですけど、うん。で、やっぱ文章がうまい、その乾くなつめちゃくちゃ文章すごいいいなっていう、まあ、最後のちょっと1行が綺麗すぎて、これだけでもまあちょっと読む価値あるよねっていう、まあ、れれ結構恋愛的な恋愛し。 小説みたいな感じなんですけどこれでもまあ男が出てくるんですけど、うん、主人公は、まあ、なこの3つの作品全部その主人公に何かしら問題があってっていうのがあるこう共通してあるんですけど乾く夏の主人公はまあいったら不干渉みたいな感じの問題を抱えてて、まあ、肉体的な問題なんですけど、うん、そういう問題を抱えてるっていうのがあってまああの何 葬儀の日は、うん、まあよ読んだらわかると思うんですけどまあある問題を抱えてるとその笑い屋っていうのが笑い屋っていう相手にこうズブズブになってもうてるっていう問題でまあ肥満体恐章最後の話には肥満体太ってる人のことがも,ものすごいんかもうあ生理的受け付けへんっていう問題を抱えてる女性が、うん、主人公 肥満体恐怖症はねもう結構完成されてるっていうかお話として普通にめちゃくちゃ面白いんでなんかこう大学の寮の話なんですけど4人部屋の,、うん、の話で主人公は痩せてるんですけど他の3人の女の人はもう全部ブクブクに太ってるっていう話、うん、もうちょっともう乾く夏はね呼んでみてもよん読んでみてほしいなと思いますなんかあここが点原型なんちゃうん すごいないななんんかほほほほほと思読んでましたで最後の一行がものすごいいいので一見、うん、の価値ありで肥満対恐怖これもちょっと一見の価値ありですなんかねそうまあとにかくその男僕も男やから男が書く小説とかはなんていうのこう共感っていう意味合いが結構強くてああ分かるわみたいな。 そ,うそんなんあるよなっていうまあそういう気持ちになるよなっていうまあ大体その,あの、まあ、何かに対してまあ、大体女性とかも出てくるしそういう女性に対して抱く思いとか,か感情とかそういうのはあるあるっていうので結構強いんですけどそのやっぱそれはもうやっぱ自分が男やからそういう共感っていう色合いが強くなって強くなるんやと思うんですけど。男男男が男から見る男 男から見る女とか男から見る社会政治歴史とか、まあ、そういったものをなんかこういう女流作家女,女性作家描く小説は女から見た男女から見た女で女から見た社会政治歴史っていう感じでこう描かれてるんでなんかそこがねものすごい新鮮で他読んでて、うん、すごいねいい読書体験でしたこれだからもう野放しに その呼んでくださいって思い思ます、まあ、女性が読んでも絶対面白いと思うし男が読んだらもうもちろん、うん、おすごいってなると思いますなんかねそうそんな感じやっぱ女性から見たその男性というかその像のなんかこのあそう見えてんのっていう とところが、まあ、ちょっとやっやぱ面白い、まあ、普通の話としても面白いしちょともうと、とにかくちょっと読んでみてほしい。あんま詳しいこと言えへんけど、うん、<laughs> その、まあ、でもまあ純文学やし、別になんかそのストーリーはあ、まあ、ま,あま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 あという感じですけど、別に言っても言わんでもあんま大したあれにはならんのかなとは思うんですけど、まあ、僕ネタバレ否定派なんで、まあ、とにかくちょっと面白かったっていうので紹介させてもらいました。16分も喋りましたけど。 ああこんな感じ。まあちょっとみんなよかったら読んでみてください。まあ1.5倍速とかで見てああ。最後の最後に言ってごめん。じゃあまた。うん。こんな感じ。<laughs> バイバイ。ありがとう。読んでね。